続いてたので1回ぐらいで5本で終わってたのが5本5本5本って言ったりしてたので、ちょっと暑かったり、うん、血圧が上がると出るんですよ。で1種類増えましたよね、薬が、はいはい、で C の薬は、まあ、豚腹で咳したら飲ませてください。豚腹じゃ米じゃん豚腹米の味ですよね。で、あの咳したら、はい、咳したら1本で、これをまあ飲ま、咳しんかったら無理に飲まなくてもいいから、0から最大で4回飲んでみる。1日に、はい、で入ってる中身はフロセミド。あ、はい、フロセミドっていうのは利尿剤です、はい、だから利尿剤、利尿させることによって脱水したり、ね、そう脱水します。だからこれ飲んだら、飲んでほしいんです。水が溜まってるってことですか。多分水が溜まってるんじゃなくて血圧が高くなってる。要は心臓病があるじゃないですか、あの子って、はい、ここのね、僧帽弁閉鎖不全症があるわけですね、はいはいはい、締まりきらない。そういうことです、そういうことで、こう肺に行ってこう帰ってきてこう行ってこう全身に行くんだけど、ここがロスがあるから肥大してくる、でこれがバン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 することによって、特にこの左心房、これを真横で見るとさ、心臓がこうあって気管がこうあって、ここから気管支になっていくわけなんだけど、この辺が左心房なんですよ。でこれがトントン打ってるから気管支を叩く、そんで気管支炎になって出てやすくなってる。特に血圧が高くなるような時間帯とか、急に寒いとか急に暑いとか興奮したとか、そういう時に血圧が上がって余計叩くんだから咳が出てきちゃうんですね。昼間は急に27度ぐらいで出かけて、夜は28度ぐらいで寝させて、だから温度じゃないね、そうすると、だからなんかした興奮したからね、かもしれません。だから同じとこで一定の時間で、時間に一定の温度のとこにいたってさ起きることは申し訳ないけど、でまあこれ利尿することによってさ、強制利尿がかかるから全体的な血圧がどうしてもここの血圧とかこの中の血圧も高いのが多少下がるから、そう叩くのが緩まって咳が収まる。だけど強制利尿だから必ず陰水を、一応のペロペロして落ちる、うん、でも特に飲ませたらさ、特にちょっとご褒美あげながらお水飲んでって促してくださいね。それさえしていけば、まあ、一つの薬の量はそんな多い量じゃないんですよ。毎日飲ませなきゃいけないわけではないですよね。咳しなかったら飲まんでください。だから C の薬はこれこのまま、あの少しだけ出しておいて、あとはジップロックに入れて冷凍室に入れておいて、冷凍室、はい、そしたらずっと持ちますんで、この感じで。だからこれは一応1日2回で14分出しておきますけど、咳しなきゃ余るはずですからね、はい、少なくなったら言ってもらえばまた出しますから、はい、他のはきっちり飲ませてくださいね。心不全の不安はない？まあ心不全の不安はありますですよね、ですよね、そりゃですよね、そりゃ咳だったらまあ死ぬことはないんですよ、うん、はい、だからあの心不全の症状っていう、まあ不体運動不耐性って動きたくない、むくんでるとか、そう運動不耐性、よく動きます今のところ、よく動くでしょ、まあいいですよね、それからまあ咳ですよね、はい、それからさ不整脈が出ちゃったりすると視神経に倒れることもありますね。一番困るのが排水腫、これはもうすぐ治療しないと、で排水腫は言いましたけど呼吸数、安静時呼吸数がさ30回以内なら正常ってことは、あの、そうそう、6秒に3回だったらいいわけだけど、6秒に4回以上呼吸しとったら、それは安静時ね、寝てる時排水腫が疑った、最近そうなると排水腫ってことは肺の中の血圧がもう限界を超えて肺の中に水分が漏れてきちゃう、そうすると呼吸が荒い、
で、ご飯も食べなくなっちゃうし、それから食べます何かな、口の中の色がね、悪くなっていきますよね。あのチアノーゼ、最初はまあ白っぽくなって、その後チアノーゼにちょっと戻らせる。ちょっと口からこれぐらい舌を出してることがある。うん、そう、それは別に全然問題ない。しまってって言われるけど、でもそれが出てた方が、反対に言うとあのチアノーゼは発見しやすいかも。でもずっとちょろっと出てるので、うん、色悪くなるじゃないですか、出てるから。ま、だから心臓病あるからね、ちょっとこの安静時呼吸数をね、はい、安静時静かの静かですね、うん、今隣で寝てる、ね、寝てたら、ね、あの起きてたらすぐハーハーする、それは全然問題ないんですけど、安静時呼吸数か、これをね、あの測る習慣づけといた方がいいんですよね。だから1分間で要は40回以上はもうダメです。はい、ティーシュー。ワンコは調べれないんですか？パルスオキシメーター。調べれます。調べれます。人間のじゃ調べられないよね。うん、だけどなかなか難しい、調べようと思っても。調べれ血ガスみたいな、それそういうので酸素量とか調べるしかないですよね。あの手術するときは調べるんですよ。だから舌とかで調べる。でもさ、普段は舌なんてやれないでしょ。噛まれてダメになっちゃうわけだからさ。うん、だからこの6秒で、もうここで繰り返しですけどね。じゃあさ、35回だったらどうかと、おかしいです。だからやっぱり正常は3回以下だから。うん、6秒で、これが、あの、ノーマルですからね。だからこの安静時呼吸数を普段から見ておくっていうのは結構大事なんですよね。割と静かに寝てらっしゃいますけどね。そう、だからそれが大事なことです。それがハワ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 しとったらおかしいですよね。でもそうなったら聴診すると呼吸の音もさ、普通は聞こえないのがさ、湿布音が聞こえてくるんで、もうとにかく早く酸素に入れて、それこそこの利尿剤ガンガン打って、あとはあの何だったっけ、ニトログリセリンを早く投与すると、そういうことになりますね。これはね、いつ起きるかわからない。でもやっぱり起きやすいのは季節の変わり目が起きやすい。急に暑くなる、急に寒くなる。ずっと雨降ってたので、先週からちょっとまた暑くなってきたのもあるんです。名古屋だけ特別暑いみたいね、なんか今回。なんか、部屋はそんなんでずっと27度にしてるんで、うん、私も平気ですけど、出るとうわって思って。でしょう、なんか名古屋だけで37度になってるらしいですね、さっきの今日と。はい、連れてきてください。あ、じゃあ、こちらはこのまま私いいの？これでいいですか？薬もらってっていいですか？どうぞ。はい。はい、じゃあ、週の薬は一応、絶対飲めじゃないですかね。はい、そういうことで、咳したら飲むと。はい。そうね、健康チェック本つけといてもらえませんか？はい。もう最近変わりがなかったんですけど、最近、うん、まずちょっと。咳だけ。咳ね。食欲が変わりないやつはもう。食欲欲しい。ここでもすっごい食べるね、あの子ね。ちょっと、あげてないみたいな食べ方しますね。食べてきたんでしょ？食べてきました。食べてきたんですよね。だけど、おやつやればやっとあげて食べるからさ、なんか結構食べてますよ、あの子。食べてないのかと思うんですけど、一応45から50は食べてるんです、1回。90から100食べてるんで、これ以上はダメと思って、心を無にして、おやつも避けてるんですけど、じゃあまあ、咳のことね、こう記録しておいてください。どっちたの。でまたこういう硬いおやつをさ、噛まない。そうなんですよね。あ、ちょっとここ足りないもんね。これ噛まんとダメじゃん、あなた。あげるけど。さっきもさ、あげたのをさ、硬いやつ。飲んだらダメだよ。飲んでるもんね。噛んでください、坊ちゃん。ほら。ほら。で、咳するのも困るよ。ほら。はい、ちょっとお水くん、ちょっと待って、ちょっと待って、お水あげようか。ハッくん、タッピングしてあげよう。あ、飲み込んだ。飲んだ。これちょっとお水が、どうしたんだか、ちょっとだから噛まなきゃダメなの。おバカちゃん、飲んだら僕なんかやったの。先生くれたの。はい、どうぞ。いっぱいもらったね、今日ね、なんか。ドライも何グラムだっけ？10グラムぐらい。
夜抜く10g で、あと おやつが多分 10g ぐらい食べてるから20ぐらい減らしといてもいいかもしれないですね。抜いちゃう夜、はい、じゃこれは今日何キロ落ちてましたっけ？ 5300、まあ変わりないですよ。前回も5300、4月ですよ。5200、全然増えても構いません。まだまだそろそろってこの1回いっぱい食べてきて、もうまだもういやちょっと太ってた方が心臓病で頑張れるからさ。小デブってしょ？そうそうそう、デブはダメです。デブはまだデブじゃない。小デブだから。聞いてる？ただのの飲み込むのは危ないね。ちょっと噛んでくれんと。聞いてる？これは性格だよね、飲んじゃうと。はいはい。ありがとうございます。じゃあ咳もしひどかったりね、それから呼吸数、安静時呼吸数が早かったらすぐ言ってくださいね。なければまた。レボリューションってつけてもらったら。つけてない。ごめんなさい。ちょっとカルビちょうだい。伝え忘れちゃった。しまった、カルビ見忘れた。持ってこうと思って。じゃあ、スイッター。5.3。5から5.3だよね。5.3。はい、じゃあレボリューション、プラス。一緒に行けないっぱいね。長さん5から10までどうしよう。ない。あった。あった。あった。ごめんなさい、ありました。失礼しました。ありました。じゃあレボリューションのとこつけてもらおう。のみのみさん、バイバイ。はい、じゃあのみ、左はのみ。お腹の寄生虫。はい、ごめんね。もう一回ご褒美あげなきゃ。これをご褒美に値するようなこともないよね。まあ一応あげよう。せっかくだからね、ちっちゃいやつやもん。爪切りのあれがある。はい。少し噛んでね。噛まない。これはちっちゃいからね。はい。どうしようか。金の半分。はい。優勝だった。ごめんなさい、私も確認したから。はい。じゃあそういうことで、はい、あの。何もなきゃそれでいいんですけど、はい、もし何か変わったことだったら言ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ乗ってください。